じゃあこっちのカードで。よし、上がり。ああ、かすみまた負けちゃった。ババ抜きってそういうゲームだし。っていうかかすみはどこにジョーカーを持ってるかバレバレなんだよ。え、なんで？ずっと目線がジョーカーの方に行ってるし、持ってる指に力入ってるし、分かりやすすぎだっつーの。かすみは気持ちが顔に出ちゃうもんね。うん、私がジョーカーじゃない方を引こうとした時、かすみちゃんちょっと涙目になってたもん。あのな、ババ抜きはある意味相手の気持ちを読み合う心理戦みたいなもんだぞ。かすみみたいにすぐムキになったり表情に出す時点で負けだ。ゲーム中は常にクールでいないとな。うー、悔しい。次は絶対に負けないんだから。そんなこと言ってどうせまた顔に出ちゃうだろう。いいや、次は絶対だ。ま、期待しない程度に楽しみにしておこうかな。やった、私上がりだ。これでリミリンが3位だね。ということはアリサとカスミの一騎打ちだね。ふん、ま、今回も楽に勝たせてもらうよ。カスミの持ってるカードは2枚。さてジョーカーはどっちかな。まあ、かすみの目線を見れば余裕で。って、なんで私の目を見つめてくるんだよ。くそ、目線はダメか。じゃあ指だ。指に力が入ってる方がジョーカーのはず。って、どっちの指にも力が入ってて、わかんねえ。っていうか、どんだけこっちを見つめてくるんだよ。くそ、右か、それとも左か、かわかんねえ。もういそかんねえ。いや、ダメだ。ここは絶対に勝つ。もし負けたらかすみのやつ絶対に調子に乗るからな。アリサ、頑張れ。かすみちゃんも頑張って。落ち着け落ち着け、クールになれ。絶対に勝ちへの道はあるはずだ。冷静に観察すれば必ずどこかにほころびが。あれ、かすみの持ってる左のカード、右よりも頭が出てる。つまりかすみとしてはそのカードを私に引いてほしいわけだ。ということはジョーカーは左。やっぱりかすみ、わかりやすすぎ。この勝負もらった。かすみ、右のカードを引かせてもらうぞ。って、うわぁ、ジョーカーじゃん。やったー、アリサに勝った。嘘だろ、なんでだ、左がジョーカーじゃなかったのかよ。私もてっきり左がジョーカーだと思ってたよ。右のカードより頭が出てたから。え、そうだったの。私、アリサにジョーカーがバレないように目をじっと見てただけだけど。ひょっとしてアリサ、いろいろ考えすぎちゃった。まだ勝負は終わってないぞ。今度はカスミが私のカードを引く番だからな。さあ来い、引いてみろ。なんかアリサ、熱くなってない？うん、全然クールじゃないね。まだまだババ抜き終わりそうにないね。こんにちは。もしかして学校帰り？はい、
夏休みでも生徒会はやることいろいろあるんで。それは大変だね。お疲れ様。そういえば聞いたよ、ポピパのみんなで旅行に行ったんだって。はい、まあ旅行って言っても一泊二日の短い間でしたけど、海の近くの民宿に泊まったんです。へえ、海にみんなで泊まりがけで遊びに行くなんてすごく楽しそうだね。そうですね、特にかすみなんてずっとはしゃぎっぱなしで、いつも以上にテンション高かったですね。なんだか絵が浮かぶな。かすみちゃん大はしゃぎしそうだね。そうなんですよ、チェックアウト早いし夜はすぐ寝るつもりだったんですけど、かすみのやつすっげーテンション高くて全然寝ようとしないし、結局トランプまでする羽目になって、かすみのせいで朝起きるのつらかったんですよ。まったくあいつ。みんなでいっぱい遊んだんだね。でもトランプまで持ってくるなんて準備がいいね。誰が持ってきたの？それは私ですけど、そのなんていうか、どうせかすみあたりがトランプしたいとか言い出すかなと思って、一応。そうだったんだ。アリサちゃん優しいね。でも旅行ってさ、どこどこの名所を見たとかよりも、そういう友達同士の何気ない出来事の方が思い出に残る気がする。確かに、夜更かしもやってることはしょうもなかったけど、結構その楽しかったし、ある意味そういう些細な出来事が旅の一番の醍醐味なのかもしれないね。かもしれません。それにポピパに出会わなかったら、そういうしょうもないことも体験できませんでしたから。うんうん、友達といると一人じゃできないこともいっぱい体験できるもん。これからもかすみちゃんたちとたくさん思い出が作れるといいね。まあかすみのハイテンションに付き合えるのもうちらくらいなんで。って、ああ、そろそろ行かないと。どうしたの？蔵でみんな待ってるんです。かすみがみんなで練習しようって。そうなんだ。練習頑張ってね。今日はいろいろ聞いてくれてありがとうございました。それじゃあ失礼します。